皆さんこんにちは、シャルムです。今日も母がお弁当を持ってきてやってきてくれました。はい、母が作ったお弁当です。豚の生姜焼きがありますね。卵焼きも美味しいです。きゅうりの浅漬け。はい、これをね、晩ご飯にいただきたいと思います。はい、じゃあいただきます。実は昨日ちょっとね、落ち込むというか、なんて言うんでしょう、ストレスを感じるようなことがあったんですね。で、母と話をしたんですけれども、そうしましたら母に強く励まされまして、で、おかげで元気が出て、今日はね、気分よく目覚めることができました。うちの母がやっぱり私にとっての一番の理解者ですね。母にね、励まされたことによって私も、ああ、頑張ろうっていうふうに思えるようになりました。はい。まあ、母はね、今70代なんですけれどね、まあ、いずれね、将来的には母と別れる日が来るんですよね。そう考えると私寂しいです。誰になんか悩み事ができた時相談したらいいんだろうって思ったりとかします。はい。母のね、お弁当を食べれるのもね、いつまでなんだろうとも思ったりもします。はい。まあね、でもまあそういうこと考えててもしょうがないですよね。だからね、今は母との時間を大事にしたいなっていうふうに思います。この日は正直言って、いろいろ悩み事があったりとかして、食欲がなかったんですよ。食欲なかったんですけれども、でも母のお弁当だけはね、別ですね。別腹って言うんですか？別腹とは違うかな。母のお弁当だけはね、もうしっかり完食しました。なんか母にね、こうやっていろんな面で、精神的にも物質面でも助けられております。はい、完食です。ごちそうさまでした。食後のお茶を飲みたいと思います。普段はね、もう10月なんですけれども、秋でも麦茶を飲んでるんですけれども、今日はちょっとあったかいお茶が飲みたい気分でしたので、お湯を沸かしたいと思います。私の部屋には急須というものはありません。急須の代わりにティーポットを使っております。はい。お茶セットです。お茶のセットをまとめて入れております。今日はほうじ茶を飲みたいと思います。私はね、緑茶よりほうじ茶の方が好きなんですね。ほうじ茶の方が香ばしくて、素朴な味がするんですよね。だから私緑茶よりね、ほうじ茶を好んで飲んでおります。急須代わりに使っているポットはローレーズのものです。もう10年以上昔に買ったものですね。はい、今も現役で、かけることなく、ひびが入ることもなく、割れることもなく、10年以上現役で私のお茶の時間を彩ってくれております。ピンクのバラが可愛いと思うんですけれどね、いかがでしょうか。お茶の時間が楽しくなるんですよね。とってもこういう可愛いティーポットを使っていると。はい、私はね、ちょっとこれからお湯が沸くまでの間、長崎のガイドブックを読みたいと思います。長崎なんですけれどね、私の祖母が長崎にいるんですよね。母親の実家なんですけれど、長崎。ね、長崎何回も今まで行ったんですけれども、早くね、うちの祖母ももう本当高齢ですからね、生きている間に会いたいなというふうに思います。はい、長崎大好きです。本当いいところですよ。はい、ここでお湯が沸きましたので、急須代わりに使っておりますティーポットにお湯を注ぎたいと思います。ポットはバルミューダのものを使っております。もうこの家に住み始めてから使っているので3年になりますね。はい。もちろんね、毎日毎日ね、私のお茶の時間にね、
このバルミューダのポットも大活躍をしてくれております。はい、しばらくお茶を蒸らしたいと思います。お茶を蒸らしている間に食器を洗いたいと思います。はい、食器もたくさん溜まっております。昨日ですね、散らかった部屋を片付ける Vlog っていうのを出させていただいたんですけれども、視聴者様からね、私のこういうね、だらしのないね、ありのままの姿を見せてくれるのが嬉しいっていうふうにおっしゃってましたね。あのね、やっぱりね、綺麗な動画作ってる人いるじゃないですか。とってもなんかね、おしゃれでね、もうそういう丁寧な暮らしっていうのを地で行くような暮らしぶりを配信している YouTuber さんいらっしゃいますけれどね、私の視聴者様は多分ね、そういう綺麗な動画好きじゃないっていう方が多いんじゃないかなって思います。私のようにね、こういうありのままの姿をお見せすることによって、あの親近感を持ち、私の動画に癒しを求めるっていう方がいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。はい、私は綺麗な動画はそんな作れませんけれども、まあありのままのね、私の一人暮らしの日常をお届けできればなというふうに思っております。はい、お茶を十分蒸らしましたので、これからほうじ茶いただきたいと思います。ほうじ茶いただくのは久しぶりですね。美味しくできてるといいんですけどね。はい、いただきます。うん、美味しいです。香ばしくて素朴な味がしますね。やっぱり私は緑茶よりほうじ茶の方が好きです。とっても美味しいです。はい、これからお風呂に入る準備をしたいと思います。ベランダに私は出ました。ベランダは 0.5 畳ほどしかない小さなベランダです。ここにね、干してあったバスタオルとか寝巻きとか夜履く用の下着とか、バスマットですね。そういうのを今ね、ちょっと取り込もうとしております。外はまだ明るいんですけれども、私はね、4時台にはお風呂に入っときたいっていうふうに思う人間なので、はい、明るいうちからお風呂の準備を始めます。はい、私はお風呂に入る前、必ずやることがあります。それがトイレ掃除です。私のお風呂ね、お風呂とトイレが一緒のユニットバスなんですよね。で、トイレの床のところなんか特にね、髪の毛が落ちてたり、ホコリが舞ってたりとかするんですね。で、お風呂上がった後、そういう髪の毛が落ちてたり、ホコリが舞ってる床に足を置くの嫌じゃないですか、お風呂上がった後。それが嫌なんで、毎日ね、トイレはお掃除して、特に床周りは綺麗に拭き上げて、髪の毛一本落ちてないようにして、それで、お風呂に入ることにしておりますね。私、すごいズボラな性格で、昨日ね、見ていただきました。散らかった部屋を片付ける動画っていうのを見ていただければわかるように、私もね、かなりだらしのない人間なんですけれども、でもこのお風呂のね、お風呂というかトイレ掃除だけはね、毎日ね、きちんとやって、それからお風呂に入るようにしております。はい、おトイレがきれいになりましたので、早速お風呂に入る支度をしたいと思います。まずフェイスタオルを取りまして、床にバスマットを敷きます。で、ヘアターバンですね。頭に巻くターバンを置いておきます。そしてバスタオルですね。バスタオルをかけて、はい、これでお風呂に入る準備は完了です。はい、お風呂から上がりました。お風呂から上がったので、冷たいものを飲みたいと思います。これお友達のタオさんからいただいたお酢です。梅のお酢なんですけれどね、これすっごく美味しいの。最初ね、お酢だって聞いた時ちょっと飲みづらいのかなっていうふうに思ったんですけれどね、
私炭酸で割って飲んでみたんですね。そうしたら飲みやすくってすっごく美味しいんです。で、私が最近疲れやすいっていう風に言いましたところ、タオさんがね、疲れが取れるみたいなんで、なんか送ってきてくれたんですよね。ほんとタオさんありがとうございます。このね、梅のお酢とっても美味しかったです。ありがとうございました。お風呂から上がって、冷たいものも飲んで一休みしたので、髪の手入れをしたいと思います。今私が使っているヘアエッセンスは無印のものなんですけれども、正直言ってね、いいのか悪いのかよくわからないです。効果がね、そんな感じられないんですよね。はっきり言ってね、セグレタの方が良かったかなっていうふうに思っております。以前私セグレタを使ってたんですよね。だからね、この無印のヘアエッセンスもうじきなくなるのでね、セグレタに買い替えようかなっていうふうに思っております。はい。で、次はヘアオイルを塗ります。ヘアオイルね、楽天で買ったものなんですけれども、使い心地がこれはいいです。なので気に入っておりますね。はい。髪をドライヤーで乾かしております。近いうちね、母と一緒に美容院に行こうかなっていうふうに思っております。うちの母がね、いつも行く美容院がどうもね、シャンプーがね、すごくうまい美容師さんならしいんですよ。そこでやってもらったらすっごく気持ちいいよっていうのでね、母と一緒に母の行きつけの美容院に行ってこようかなというふうに思っております。はい。1回目の洗濯が終わりました。私ね、洗濯は夜やる主義なんですよね。朝もやるんですけれども、夜もやります。なんかね、洗濯好きなんですよね、私。特にね、タオル類なんていうのはね、一晩置いとったらカビが生えるんじゃないかなって思って心配なのでね、それでタオル類なんかは特にね、夜洗いたいんですよね。で、私の洗濯機がやっぱり一人暮らし向けなのでね、容量が少ないので、そんなたくさんまとめて洗えないので、はい、こまめに分けて洗濯しております。10月も半ばになって、朝晩は冷えるようになりましたよね。私もね、昨日すっごく寒くてね、よく眠れなかったんですよね。なのでね、掛け布団出しました。はい、もうそろそろというか、もう掛け布団必要ですよね。これから掛け布団にね、シーツをかけていきたいと思います。私ね、未だに掛け布団にシーツかけるのね、苦手なんですよ。すごくもたもたしてね、時間かかっちゃうんですよ。私ね、以前介護の仕事してたんですけれどね、介護施設で働いてる人はね、シーツかけるのすごい上手な人が多いんですけれどね、私はね、未だにシーツかけるの下手ですね。もたもたしてしまいます。もたもたしましたが、掛け布団にシーツをかけることができました。ちょっとシワが寄ってますね、やっぱりずっとしまってたので。はい。こちらのね、掛け布団のシーツなんですけれども、カバーね、掛け布団カバーなんですけれども、アナスイのものです。アナスイとフランフランのコラボのものを買いました。はい。一気に秋らしくなりましたね。はい。ベッド整いました。枕カバー、クッションカバー、掛け布団カバー、すべてアナスイとフランフランのコラボのものです。はい。もう台所は使わないので、これからシンクのお掃除をしたいと思います。私以前動画の中でお話ししたことがあるんですけれども、シンクをピカピカに磨き上げると金運が上がるそうです。これね、風水師のドクターコパさんがおっしゃってたことなんですけれども、もう私ね、ドクターコパさんを崇拝してるんですよ。はい。なのでね、ドクターコパさんの風水をね、日常生活の中にたくさん取り入れてるんですけれども、
このね、シンクをね、ピカピカに磨くと金運が上がりますっていうことを私以前動画の中でお話しさせていただいたときに、それを見てね、私と同じようにね、シンクをピカピカに磨き上げるようにしましたっていう視聴者様が結構いらっしゃったのでね、とっても嬉しいですよ。はい、あのね、風水とかそういう占いとかそういう他力本願なことを信じない方がいいっていうふうに言う方もいらっしゃるんですけれどね、いやいや、私はね、開運と聞いたらね、何でもやりたいタイプの人間なんですよね。はい、このように付近でね、あのシンクの中ピカピカに磨き上げます。これがミソです。はい、皆さんもね、水滴をきちんと取ってこのようにピカピカに磨き上げてください。そうすれば金運が上がるそうです。はい、私と一緒にお金持ちになりましょう。布団カバーをかけたばかりの、ベッドに潜って私はテレビのニュースセブンを見ております。私は新聞も取らないので、あの、まあ、ニュースぐらいは見ないとまずいよねっていうことで、いつも NHK のニュースセブンを見るようにしておりますね。はい、今パレスチナとね、イスラエルが大変なことになってるみたいですね。連日トップニュースになっております。はい、もう私もね、あの YouTube を通して世界平和を訴えたいと思います。はい、ニュースセブンが終わりましたので、お部屋のお掃除をしたいと思います。まずドライのシートで床を拭いております。拭くというより、あの床に落ちてる紙をね、絡め取ってるっていう感じなんですけれども、私の床白いんでね、髪の毛落ちたらすごい目立つんですよ。髪の毛落ちてるの見たら気持ち悪いですよね。はい、なのでね、毎日ね、寝る前に、お掃除するようにしております。はい、でドライのシートで、まあザラッと、あの髪の毛を拭き取った、絡め取った後は、このようにね、除菌効果のあるウェットシートで、床を拭きます。さっきのね、ドクターコパさんのお話にの続きになるかもしれないんですけれども、床をこうやって水拭きするっていう行為は、あの、厄落としになるみたいですね。はい、まあ私、あの布のね、雑巾じゃなくてウェットシート使ってるんですけれども、はい、このようにね、毎日毎日、あの夜寝る前、床の掃除をして、それから寝るようにしています。はい、ちなみに私が寝るのはね、夜8時です。皆さんびっくりしましたか？私、夜8時になったらね、ベッドに入ってね、寝ることにしてるんですよ。はい、というわけで寝る時間になりました。久しぶりにナイトルーティンをお送りさせていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか？はい、というわけで今日もご視聴いただきましてありがとうございました。気に入ってくださった方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた明日お会いしましょう。シャルムでした。